しのぶさん、こっちです。ここにダキがいるんですね。あれ、ダキをここで捕まえていたはずなのに逃げられてしまった。大変、ダキはとても凶悪な鬼ですよ。被害が出る前に捕まえないといけませんね。急いで捕まえましょう。おい、ダキ、ダキどこだ。どこですか。しのぶさん、ダキいないですね。そうですね、この辺りにはいないようですね。あ、炭治郎くん、あれを見てください。何ですか。あ、こんなところに煉獄さんだ。煉獄さん、この辺りにダキ来ませんでしたか。ダキ、一体それは誰だ。炭治郎くん、煉獄さんは幽谷編には出ていないからわからないんですよ、ダキのこと。そっか。じゃあ煉獄さん、俺が似顔絵でダキがどんなやつか教えてあげますよ。うむ、よろしく頼む。ダキっていうのはですね、女の鬼なんですけど、なんかこんな感じで髪になんか変なのが刺さってるんですよ。何なんですかね、これ。髪はとっても長いですね。あ、ペンがかすれてしまいました。別のペンを使いましょう。なんかこの太いペンしかないんですけど。よいしょ。で、目はこんな怖い目なんですよ。まさに鬼って感じの怖い顔なんです。鼻はどんなんだったかな。こんな顔かな。で、なんだか下着みたいな格好してるんですよね。なんであんな格好してるんだろう。ちゃんと服を着ろって思う。こんな格好だったかな。で、こんな感じだったと思うんですよね。そしてなんかやたらと化粧をしてた気がします。こんな感じの化粧だったかな。目のところが赤かった気がするぞ。そしてこの色を塗って、はい、ダキの出来上がり。煉獄さん、ダキっていうのはこんな感じの鬼なんですけど、この鬼見ませんでしたか。うーむー、このような顔の鬼は見ていない気がするな。そっか、煉獄さん、ダキ見てないのか。大変です。どうしましょう。炭治郎くんには悪いですけど、このダキ全然似てないですね。あの、煉獄さん、ちょっと私がダキの似顔絵を描いてみますので、この似顔絵のダキを見なかったか確認してもらえますか。うむ、わかった。どうしてもう一度しのぶさん似顔絵を描くのかな。炭治郎くんには悪いですけど、あのダキだと見つかる気がしないので、私がもう一度ダキを描いてみますよ。ダキっていうのは髪型の生え際的にこんな感じかな。鬼だけあって悪そうな顔をしてるんですよね。こんな感じかな。
髪型はとっても派手な髪型。確かこんな髪型で、あとはお目目の部分がもうちょっとこんな感じかな。このペン出ないですね。ダキは悪い鬼ではあるんですけど、おしゃれでもありますよね。髪型とかなんかおしゃれ。もう一個ぐらいあるかな、こういうか。うん、こんな感じの顔だったかな。で、目の中にこんなような文字が入ってるんですよね。こっちが上弦って書いてあるかな。ダキ、上弦なのすごいですよね。で、あとは髪がこんな感じで、お顔に柄もあったかな。なんかお花みたいな感じの柄があるんですよね。こっちの方にもお花みたいな感じの柄がこんな風にあって、で、お花の色は赤だったかな。ピンクだったかも。まあいいか。こう洋服もこんな感じの色だったかな。で、ダキの目って緑なんですよね。緑で上を塗って薄い緑で下を塗りましょうか。で、お顔の色も塗りにしていって、体も塗って。お顔が塗れたら、このお鼻の中はこんな感じの色で、紫っぽいような青みたいな色かな。お洋服はこの色で塗って、で、この髪飾りみたいなのも赤で塗ってきますよ。うん、こんな感じ。口も
赤で塗って。ダキってお化粧をすごいしてるんですよね。口紅を、こんな感じかな？こんな感じで塗って、で、目の部分に、なんか赤いアイシャドウみたいな感じだけど、アイシャドウじゃないみたいなのを、確かこんな感じかな。ちょっとアイシャドウっぽいのもやってるのか。うん、こんな感じですね。ダキの出来上がりです。煉獄さん、ダキっていうのは炭治郎くんが描いてくれたこちらのイラストよりも、今私が描いたこちらのイラストの方が近いと思うんですが、このような鬼は見ませんでしたか？よもやこんな感じの派手な鬼なら、さっきあちらの方へ急いでかけていったぞ。うむうむ、確かこのような顔だった気がするぞ。服もこのような感じだった。ありがとうございます、こっちに行ったんですね。さあ炭治郎くん、急いで追いかけますよ。あ、待ってください、しのぶさん。俺の描いたダキのイラストの方が上手だと思うけどな。動画を見てるみんなはどう思う？俺としのぶさんのダキのイラスト、どっちの方が上手かな？しのぶさんのダキの方が上手と思った人は、グッドボタンを押してね。まあ、確かに上手だとは思うけど、でも俺の方が上手だと思うし。あれ？グッドがたくさん押されてる。ということは、しのぶさんのイラストの方が上手なのか。よし、もうちょっと俺は、絵の練習しないとな。炭治郎くん何やってるんですか？早く行きますよ。はい、しのぶさん、待ってください。うむ、かまど少年の絵も個性的だが、胡蝶の絵の方が上手だなと俺は思ったぞ。動画を見ているグッドを押してくれた人と同じ印象だ。早くこのダキとかいう鬼捕まるといいな。煉獄さんの話だとダキはこの辺りにいるみたいですね。そうですね、しのぶさん。あ、しのぶさん、あっちにいますよ。ほんとだ、急いで捕まえなきゃ。ダキ、捕まえたぞ。あー、最悪、もう捕まっちゃった。ダキ、逃げるな。お前は悪いことをたくさんした鬼だ。悪いことをした鬼は懲らしめてやる。最悪。動画を見てくれた皆さん、ダキは無事捕まりましたよ。最後まで見てくれてありがとうございます。そして私の絵の方が上手だと思ってグッドボタンを押してくれた皆さんもありがとうございました。今度はダキが逃げ出さないように気をつけないといけませんね。今日の動画はここまでです。この動画を気に入ってくれた人はチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。皆さんのコメントいつも励みになってます。コメントを書いてくださった方ありがとうございます。それでは今日はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。遊ぶ M の画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうすると遊ぶ M の楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん、おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録して遊ぶ M の動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると遊ぶ M の他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも遊ぶ M よろしくメリ。